はい、皆さんこんにちは。グローカルの噂です。今日もですね、一人会やっていこうかなと思ってます。今日何話しようかなと思った時に、よく国際協力で携わってる人たちは聞かれると思うんですけど、日本でも困ってる人たちがいるのに、なぜ海外で困ってる人たちを助けるのかみたいな議論を話しようかなって思ってます。僕もですね、実は2015年から2018年に国際協力に携わってまして、その時に結構聞かれた内容でもあるんですよね。そういったところを自分なりに答えが出たんで、そこの話をしようかなって思ってます。もちろんこれが全てだとは思わないんで、僕の意見を聞いていろんな考え方をお持ちであれば、ぜひコメント欄とかに記載していただきたいなと思ってます。はい、じゃあ早速なんですけれども、僕が日本でも困ってる人いるのに海外で何でやんのみたいなところを聞かれたのが2015年、私が大学4年生の時ですね。その時に大学の図書館で勉強してて、ある女の子から言われたことが一番最初のきっかけでしたね。でその時僕どういう風に答えたかで言うと、あんまり答え言えなかったんですよ、明確な答えが。なんですごくモヤモヤしてイラついちゃったのを今でも覚えてるんですけど、僕なりの解釈としては、結論どこでやってもいいっていうのが僕の中での結論になります。なんでそういう考え方に至るかというと、皆さん就職活動を考えてもらいたいなと思ってて、就職活動をした皆さんだったら分かるかもしれないですけど、日系の企業もいるし外資系の企業もいますよね。外資系の企業を例えば選択したとします。じゃあその人たちに、なんで日系の企業に選ばなかったのとか言ったことありますか？僕はあんまりないんですけどね。でも考え方としては全く同じだと僕は思ってるんですよ。その人が外資系がいいから外資系を選択したわけで、僕たち側も別に海外で働きたい、海外で困ってる人たちを助けたいと思ってるから海外を選択しているわけで、そこに日本の人たちっていう比較は別にないんですよ。なんでそういう質問をするのが僕はナンセンスだなとは思っていて、海外で活躍できる方もいれば日本で活躍できる方もいますし、外資系企業で活躍できる方もいれば日系企業で活躍できる方もいる。それはあくまでも手段の話なんで、目的っていうのは困ってる人たちを助けることが目的なんで、そういったところを皆さんミスアンダースタンディングしてほしくないなって思ってるんですよね。もう一つ例出すと、野球ありますよね。野球で日本のプロ野球リーグで活躍している方と、海外のメジャーリーグで活躍されている方がいるとするじゃないですか。じゃあそのメジャーリーグの方に、なんで日本で野球やんないんですかって聞いたことありますか？あったらそれはそうやってちゃんと明確に答えられてると思うんでいいと思うんですけど、その方も海外に挑戦したいからとか、海外で自分が活躍したいからそれを選択してるわけで、日本でも活躍してる人たちはいるんですよ。だからそれは適材適所っていうところで、別にどっちでもいいんです。だから自分の選択が今そういう風にさせているだけであって、そこの国に対しては特に意図はないんですよ。そういうところをちゃんと皆さんで捉えてもらって、いわゆる就職活動と同じなんだっていう考え方で、皆さん今後批評するときは考えてもらいたいなと思ってます。はい、ちょっとざっくりとお話しさせてもらったんですけど、本日は以上です。ありがとうございました。